異世界で姉に名前を奪われました、星に。この漫画はかなり無理のある設定を無理やり押し通しておめこぼしをしてもらうことを前提に作られているような感じであり、そこそこ面白いシナリオなのだが、シナリオの核となる部分を雑に扱っているので、どうしてもおまんじゅうたちは引っかかってしまった。そもそもタイトル回収する感じに無理が生じているので、このタイトルとネタを作った段階で100年に1人の天才とかじゃないと、ちょっと是非もなしになるネタなので。シナリオは、数年前に拾った謎のアイテムから10歳のセシルと呼ばれる王太子との電話ができるようになった主人公の JD の双子の妹。そこから何気ない日常会話から、情緒不安定だったセシルを応援したりメンターしたりしていた。そのメンターしたりしていた内容を逐一双子の姉にほうれん草していたという設定。ここから双子の姉は謎の失踪をしてしまい、1年後に主人公も異世界転移する。そうしたらそこはすでにクズの姉が、自分は数年前からお前のメンターしていた妹でしたうんぬんということで妹の名前を偽って、さらには聖女だということからわがまま放題し放題しており、ヘイトがくっそ溜まっているという感じで、なぜか妹がクズ姉が稼いだヘイトをすべて受け持ってしまっているという意味不明な感じの内容。ネタ的には、クズ姉が妹の名前を偽ってメンターしてあげました。私が妹です、みたいな感じでタイトル回収できているのだが、主人公の異世界に行ってからなぜかクズ姉から、主人公が妹だったということは言うなよということに意味不明に従っているし、妹にメンターしてもらっていた王太子もどう考えてもクズ行為をするような姉がメンターじゃないなんてわかるだろ?という部分がなぜかわからないというか、棚上げされている感じがおまんじゅう的には終始ポカーンとなる。異世界の権力者たちはアンポンタンしかいないんじゃないか?と思えるような感じのちぐはぐ漫画。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしく。